また吐いてんのかよ西野。一番のとこお疲れ様です。でも僕は状況から察するに死後1日ってとこだ。犯人はガイシャをここに連れ込み、鎖につないで腹をすかせた犬を放って立ち去った。いずれの殺害時もお母さん雨がっぱを着た不審者が目撃されてる。犯行当日はいずれも撃て。嘘だろ。沢村さん警察だ。一緒にやろう。見つけてやる。僕は表現者だ。人を楽しませるアーティストだ。西野！あなたただの人殺しや！死刑執行。ミュージアム沢村遥を殺せ。